各社とも人的被害はありませんでしたが、操業停止による損失というのは知らないようです。はい、でも早い時間がありますね。
入れ忘れです。日々進化を続ける医療機器、超高齢化社会の日本では国内メーカーがしのぎを削っています。各社が最新の医療機器を展示するイベントが今日開かれました。アテヒコ横浜で開催された展示会、会場を埋め尽くしたのは全て医療機器です。それも外からは見えない体の中を映し出すものばかり。様々な角度からエックス線を当て断面画像を撮影する CT や超音波を使って内臓を立体的に見ることができるものなど、病院でよく見かける医療機器の最新版が並びました。頭にたくさんの突起がついていますが、これで何か発生でしょうか。この赤い光が赤外線、赤外線は血液に吸収されます。その横にあるのが吸収と内部になってきた赤外線を捉えるセンサーです。これで血流の変化を調べ、血流を見ると赤く表現します。赤外の始める前に赤外が出てくる。この結果を見ることで、うつ病などの診断が出ます。一方、こちらの装置で見られるのは、緑色に浮き上がる血管の様子。血液が詰まってきたのです。こちらも、血液が赤外線を吸収する性質を利用しています。注射をするときなど、血管の位置を特定するために使います。会場では、医師や放射線技師などの医療従事者が、熱心に説明を聞く姿が多く見られました。中でも、多くの人が集まっていたのは、先月、キャノンに回収されることができた、当時のミリカルシステムのブース。大型の画像診断機器に強い、こちらです。CT は、国内の世界より2位の制覇を誇っています。今回、拡大した新製品は、マクロの世界に、高精細な画像を実現したといいます。CT がグローバルナンバーワンになろうということをずっと先ほど、食べてきましたね。高精細な画像を予定していましたが、これらを通して、ぜひともこの、ポジション、実現サイトを見よう。さらに、MRI での準備、患者の負担を減らす新技術を相次いで発表しています。検査の時に出てきたといいます。これを、低温化技術による大幅な軽減です。このように、ほとんど使えなくなっています。さらに、検査の際に感じる圧迫感を取り除くための工夫も。一方に、海が広がっているようなところから見ているんですけれども、これ、水深を感じるんですが、現在の減速感は感じないですね。患者の負担を減らすための付加価値を高めた製品で、他社との差別化を図ります。それぞれ2企業の規模を拡大して、今の我々の基本的な成長点、この3年でですね、なんとか5000億円以上を目指そうというふうに言っていまして、これを実現したい。一方、東芝メディカルを買収したキャノンのブースでは、最もスペースの際に展示したのが、この板のようなものです。デジタルラジオグラフィーと呼ばれるもので、放射線の量をデジタル化した電子信号として取り出して、加速します。いわば、理論の代わりです。これ以外でも、撮影した画像データの解析ソフトなどが中心で、大型の医療機器は見られません。東芝メディカルをキャノン経由最大の6600億円で買収する効果は、今後、どのような形で実現するのでしょうか。東芝メディカルの竹内社長は、まだ話せる段階ではないと言いながらも、キャノンの先日の世界で学ばなくていただくようですが、例えば先日加工だとか、設計だとか、そういったところの興味はどんなことなんだろう。僕は、ある意味、わざわざですね、いろんなことを新しくできるんだなというのがありました。機械化を知らなくて、サービス社長。その隣には、キャノンと東芝メディカルの買収を争った、富士フイルムのブース。今回、あるメガナ装置の検査したので、案内してもらいました。新しい製品のパクラット型の画像診断装置で、こちらですね、画像診断と、それを携帯して、使いやすさを推定されるものです。重さ520g、片手には使えるほか、機器がポケットに入れて持ち運べるサイズにこだわりました。そして最大の特徴が140万画素の高精細な画像です。実際に試してみてください。パタパタしているところがこの方面ではですね、自分で信号の音が弱っていないか、信号の周りに信号が弱っていないか、強っていないか、画像に映っているのは、心臓の左心房から左心室に血液が流れる際、逆流をするからの総合脈流部、正常に動いていることがはっきりわかります。ただこの製品は富士フイルムの技術だけでは作れなかったといいます。基本的にはこのものは、このタイプの技術で、